皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。おやびです。はい、ということでおやび、今日は僕からの話になります。はいはいはい、はい、あのさ、素振りをしてて、やたらとインパクトでこうやってフェース合わせる人って多くない？多い、止めるんだね、ここで。そう、でもあれやってる人に限ってスライスするよね。逆のチーピンもいるけどさ、まあでもあの素振りやっててまっすぐいってる人って見ないよね、なかなかね。まっすぐいかもでフェースを合わせようとしとるんかなっていう感じかな。そうだと思うんだよ。まあそうやろね。今回は、あの練習の、正しいやり方、正しいやり方、はい、紹介していこうと思うんですよ。はいはいはい。まずですね、ちょっと親指カメラの方向いて構えていただいていいですか。はい、まあボールここなんですけど、はい、じゃあバックスイングして、はい、フェースを戻す素振りをちょっとしてきてくださいね。そう、そこから、はい、OK。この形で合わせた時ってどうでしょう。グリップ構えた位置に戻ってきてますか。構えた位置をちょっと左に出てる感じしませんか。うん、左に出てる、違うのか。はい、これ構えた位置より左に出てたってことは、もうフェースが開く準備できてるってことなんですよ。そうだ、もう開いたって構えた位置より開いたってことはもう前に取れますね。そう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 、それはスライスするか。スライスもするし、プッシュアウトもするし、そこから無理やり間に合わせるぞって言ってバーンって返したら、ああ確かにダメだ、ドチーピンですよね。はい、ってことはこれ正しいフェースの合わせ方というか戻し方、戻し方、このイメージを作るときは、はい、構えてね、構えたらこのグリップの位置を覚えておいて、どこをグリップエンドさしてるか、大体そこだよね。はい、ではバックスイングして、はい、ではダウンスイングでグリップエンドを元の位置に戻してください。あの体の回転も入れていいんだよ。あ、そういうこと。そう、もう一回スムーズに、はいはいはい、上げて、はい、下ろします。スッてやった時に初めてスクエアに戻ってくるイメージに変わるんですよ。うん、本格入れる。そう、そしたらここでグリップエンドが止まるわけだから、ヘッドっていうのはこうやって動いてくるね。うん、この動きが入って初めて球が捕まります。フェースを合わせに行くっていう動きをするとこうなりますよね。若干そうそうそう、ハンドファーストなんですよ。この動きの延長線はこれしかない。確かに、そうすると向き右か。そうです、フェース開くからね。うん、だからこそ戻してくるときっていうのはグリップエンドを構えた位置に戻してくる。ああ、そうすることで初めてヘッドに遠心力が働いて走り抜けていくっていう動きに変わってきますから。おお、はい、確かに納得していただけた。した、はい、じゃあちょっとね、親指それを意識してボール打ってみましょうか。よいしょ。最近ね、ドライバーの調子がすこぶる悪い、復調の兆しありというね、親指ですからね。そこ、はい、ほら、いい感じだな。マジに頼ったな。頼むだったね。はい、これ以上やめとこう。やめとこう、ボロまで。はい、はい、皆さん、こうやってイメージ作りするときにフェースをただただ合わせるんじゃなくて、フェースを合わせるためにクラブ、グリップですよね、両手の位置、グリップの位置っていうのはどこに戻してくるのかっていうのを考えてみてください。それだけで、グッていい感じになったでしょ。いい感じになった、めっちゃここに来た。はい、ヘッドも走りやすくなるのでスライスしません。ああ、シャフトも寝ないんだよ。ねえ、変だ、これ絶対絶対にいい感じになりますから。ということで本日の動画は以上でした。ありがとうございます。この動画が役に立ったと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。